作田です。今日はですね、ヤマレコを使って、この間は参考計画を作りましたけど、今日はその参考計画を作って、何かしらの、まあ、携帯とか、まあ、ガーミンとか GPS のログをもとに参考記録を、作っていくというのを、ちょっとやってみたいと思います。では始めたいと思います。まずこの画面ですね、ヤマレコ、まだ登録しない方はしていただいて、この画面から始まります。まずですね、マイページ、ここのところのところをクリックします。とここの左の下のところに参考記録価格というのがあります。これをクリックします。とこういうふうに出てきます。例えば、ここ上、山の名前ですね。ここに山の名前を入れました。で、例えばこれエリアですね。この森屋山というのは、八ヶ岳の近くなので甲信越、このところの甲信越のところで八ヶ岳ではないので、まあ、甲信越のその他にしておきます。ジャンルは日帰りで、一応ピークハントになりますので、無石器ピークハント縦走で、ここを無石器ピークハント一応縦走にしておきます。で、日付は日ですね、日で、メンバー、ここは誰かと言ったら1人もしくは2人、3人、全部で4人で行ったら3人という形で入れます。ここは一応1人で入れています。天候はその日の天候を入れてください。はい。次、アクセスですけど、どうやって行ったか。例えば自家用車。例えば電車とかね。電車使って、例えばタクシーとか。例えば自家用車だけだとか。というふうにしてください。で、ここに、例えば、駐車場ですね。はい、アクセスを入れました。この辺は、コース、危険なとこあった場合は、まあ、なければ特になしとか、仮に鎖場がある、とか、こんな風に入れてください。今回は特になかったので、特になしにしておきます。その他周辺情報ですね。例えば、通常なら問題ないところの駐車場までの道が、途中通行止めのため、手前で駐車することとかあります。はい、これは今回はないのでやりません。次ですね、先ほどのここの無石器ピークハントとか、まあ、例えばハイキングとか、例えば、まあ、普通の方だったらまあこの辺でしょうね。まあ、例えばこうするとですね、それに見合った、この装備の項目が出てきます。はい、これで、使ったもの全部こうチェック入れていけばいいんですが、かったるいので、とりあえずすべて選択をして消していく方のが早いかなとは思います。ジャンルが合っていればそっちの方が早いと思います。私、タイツは入ってきませんでした。この辺も、だいたい、まあ、ザフザックはやらなかったですね。何台もやらない。ここ非常食、調理用具。この辺持ってきませんでした。全部消します。各種ヘッドランプ、予備電池、機用具、ファーストエイド、針金、針金だな。
なかったですね。日焼け止めも持ってかなかったです。ロールペーパー、保湿検証。サングラスもなかった。セルトも持ってきません。ストックも持ってかない。ポール、テント、テントマット、シラフ、ヘルメット、携帯、トイレ。まあ、こんなところですね。で、この、ポッチの入ったところを、個人装備に追加とかやと、ここのところに入ります。例えば、テント泊で3人で1人で泊まるときは、テントだけやって、共同装備だと下に入ります。ちょっとやってみます。まずこれ、個人装備に配備します。はい。すべて削除します。で、テント、テントマット、これは共同装備なので、共同装備取ってよと、ここに入ります。はい。こういう形で入れてください。今回テント持ってってない気します。はい。ここまで行ったら、まあ、小連れ登山か登山じゃないか、これをね、こう入れていただくと、最後のアップした時に、そういうマークがつくので、これはここにつけてください。保存して次のステップ。もしくはこちらの方で行けます。その次の画面に行った時に、自動保存になります。で、ここありますけど、ここは保存してもよろしいですか？はい。するとこうなります。ここは写真を登録とするとこになります。写真がなければ飛ばしても結構なんですけど、まあ皆さんなんか撮ると思いますので、まず、登録時の写真のサイズですね。大きければ綺麗ですけど、データがいっぱいになっちゃうとすぐ満杯になっちゃうので、私は今一番ちっちゃい画面でやってます。これでアップするということですね。それで、登録時に撮影時の情報を削除するかしないか、こうクリックを入れます。入れないと。そして、ファイルを、あるところを選択します。登録する写真を全部こう、取り込みます。するとここへ、右下のところにずーっと 0% ってこうなってます。こうダダ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 ダと。これだん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 取り込んでいきますね。はい、これで全部上まで来ました。取り込みました。そして、サムネイルになる、写真を、登録し、決めます。今回はどうにしましょうかね。仮にですので、まあ、この辺にしておきましょうか。そこを代表写真に設定ということで。ここで次のステップいきます。この GPS ログを登録というところをクリックします。GPX、はい。で、ここで GPS ログですね。GPS で撮ってきたログなので、こっちでもできなくはないんですけど、自分のどんくらいの時間でタイムで歩いたかっていうのは、こちらで、自分のログでやってください。で、上書き。ファイルをどこか、パソコンかどこかに登録、置いといて、それまずこれを取ります。選択します。そして、登録。はい。そうすると、こういうふうに、自分の通った時間が出ます。時間というかね。ルートは、ここから始まって、こういった、で、こう言って帰ってきたわけですが、ここで、まず、登録してある写真を、どこの位置に撮ったかっていうのを、時間、時系列で並べるたびに、この右下の自動配列というのを置きます。それで、カメラと GPS の時刻表、時刻が、合ってるか合ってないかってことなんですけど、これは事前にカメラとGPS、まあ、GPS は変えられないので、カメラをちゃんと GPS の時計に合わせるというか、カメラの時計をちゃんと合わせとけばですね、ここプラマイゼロでほぼいけますので、このまま自動配置を置きます。すると、GPS に入っている時間帯に撮った写真はこの緑の点で全部こうつくわけですね。で、写真のところを見ると、これ一個だけ GPS 入れる前に撮ってるんですね。で、これは、スタートラインの駐車場なので、そういえば、ここのまあドラッグ&クリックで、ここの最初のスタートのところに持っていきます。はい。そしたら、このまま次のステップへ行ってください。すると、スタートからゴールまで、
何時何分で撮ってずーっと行ったかっていうのが出ます。そして、ここへ感想ですね。まあこんな風に寝ていただいて、その時の YouTube がもしあれば YouTube の URL をここへつけていただいて、で文中に追加とやるとここに入りますので、はい。でこれも次行きます。それでとりあえず保存はこれで、もうダイレクトに上げちゃう場合は、この3つのどれかなんですけど、非公開はこういうことですね。友達リスト登録してる方、自分がフォローしてる相手だけに公開した場合は、ここ、ヤマレコの中だけで、外部検索させないで公開する場合はこれ。インターネットだともう、何でもかんでも出ちゃうんで、とりあえずこれにしておきます。はい。それで、公開するを押します。すると、こういう画面になりますね。はい。こういう画面です。で、ルートも出て、時間出ます。山が2時間43分36分。休憩が36分ですね。で、グラフを拡大すると、こういう感じですね。651-667、下り。距離 8.63 と。ということで、このルートの、また GPS をダウンロードした方は、ここからダウンロードするという形になります。ヤマレコを使う参考計画の作り方でした。他にもね、やり方あるんですが、スマホなり、GPS なりでね、ログを取っておけば、これがすべて記憶になります。記憶になると、マイページをやって、参考記録というところをやると、自分のやったものがこうやって出てくるということになります。はい。ぜひやってみてください。じゃあまた、この次。